ませんね。まずは出身県別にメンバー紹介いけんね。まずは東京出身の男、赤玉の男は祭り好き、お前を見越しに乗せるタイ、ラッラッサッキーサッカー、真夜中に開いた赤いバラ、それが俺先やったい、ただ先は今日も雨だった、今夜お前は一生濡れたい、ちゃんと言えば僕、みゆき、大大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 。じゃあさ、空想ごっこをしよう。空想ごっこ？空想の世界の俺たちの幸せは誰にも邪魔することはできないんだ。だからさ、とびっきりの空想しよう。どこからかパフェルベルのカノンが聞こえてきた気がした。カノン、花のある音と書いてカノン。俺は現実の世界を飛び越えて彼女と空想の旅に出た。空想の中で二人は恋人だった。恋人同士裸で抱き合って互いのぬくもりを感じていた。さあ着替えて今日は出かけようか。俺は自慢の青い車で彼女を海に連れて行った。ほら見てごらん、これがジブラルタル海峡だよ。この海はね、とても深いんだ。だけど俺の愛の方が深いぞ。その時だった。目の前の海が俺の愛の深さに驚いたのか真っ二つに割れていった。その真ん中にはどこまでも続く真っ白い俺たちのバージンロード。さあ俺たちは手を取り合ってバージンロードどこまでもどこまでも進んでいった。こうしている間だけは全てを忘れることができた。抱きしめてくれてありがとう、カノン。カノン、これが俺の新しい名前。Yeah.
ゃあ行ってきます。
な、トキロ。お前、かっこよかったぞ。嘘みたいだ。助かるなんて。兄貴、綺麗な顔してるんだな。キス NG って聞いたけど、俺とならいいよね。俺のホスタップ最高、召し上がれ。神様今は